今日は皆様のパワーをいただきに、そしてそのパワーを持ってワールドカップ戦ってまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん応援してください。そして一緒に戦ってください。よろしくお願いします。やっぱりチームなでしこですからね、はい、最後の最後まで全員で戦うということで、見送りもすごいですね、はい、喉カラカラですね監督調子いい方です。調子いい方、調子いい方、調子いい方です。そうですね、まあ、やっぱりワールドカップっていう舞台はやっぱサッカーしている人の夢の舞台なのかなと感じていますし、まあ、今回4回目この舞台に立たせていただきますけど、何回経っても本当に最高の舞台だなと思ってます。私自身も2度目のワールドカップにはなるんですけど、やっぱり初めての時は本当に知らない世界を経験できた場所でもあって、まあ、自分の夢の舞台だったので本当にいい経験になりましたし、やっぱりこれが1回目でも2回目でも本当に夢の舞台というのは変わらなくて、本当に小さい頃から目指していた舞台なので、まあ、そこでいい結果が得られたらもっと素晴らしい舞台になると思うので頑張りたいなと思ってます。藤野選手の新しいヘアスタイル、みんなで内田さん考えてたそうですよ。え、そうなんですか。はい、まあ、髪をまだ染めたことがなかったので、はい、すごい染めたいなっていう話を、まあ、いろんな先輩にしたところ、まあ、似合う髪型を教えてくれたので帰ってすぐ染めちゃいました。かわいい、かわいいですね。素直ですね。満足してるしたんですか、その髪型で。その髪型だって言い方はちょっと良くないね。ごめん。皆さん、皆さん、言い方に語弊がありますが、言い方気をつけてください。はい、言い方が違います。言い方が違います。良、はい、かったですよね。大会に向けて決意表明をいただきたいと思います。皆さんの応援をパワーに変えて、女子サッカーの未来のために私たちが世界で戦えるっていうところを証明していきたいと思っています。また。ここまで本当に一緒に戦ってくれた仲間たちの思いも全部、自分たちがしっかり受け止めて、このメンバーに選ばれた責任と誇りを持ってワールドカップ戦っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。そしてワールドカップの応援よろしくお願いします。